おはよう、朝だよ。兄ちゃん、そろそろ起きないと、もうすぐ朝ごはんの支度できるよ。うん、おはよう、お兄ちゃん。でもお兄ちゃん、今更ちゃん付けなんてどうしちゃったの？去年の夢？今の私が騒がしいみたいだし。遠慮がないって、それ褒め言葉じゃなくない？僕は天枝誠です。よろしくお願いします。
でも驚いたよ。シワと小鳥ちゃんが仲良くしてるのは知ってたけど、まさかケント君とも知り合いだったなんて。そうだよ、お兄さんとは面識がある程度で知り合いって言えるほどじゃん。それでも全く知らないってわけじゃないみたいだし、自分勝手に聞こえるかもしれないけど、本当にホッとしたんだ。これまでだってチワにはいろいろと苦労ばっかりかけてきたのに、ここに来てさらに僕のわがままに付き合わせちゃったわけだからね。わがままだなんて思ってないよ。お父さんは私に苦労ばっかりかけたって言ったけど、授業参観はいつも来てくれるし、運動会にもみんな驚くくらい大きなカメラ持って応援に来てくれて、私が寂しくないようにっていつもそばで見ててくれるの、ちゃんと分かってるから。だからいつもありがとう。急に感謝されるとなんか照れるね。そんな事情もあってね。でもケント君の名前を出した時のチワは少しだけど安心してたみたいだし。それはもし怖い人だったらどうしようって思ってたから。だからケント君、もしかしたら僕とリエコさんのことをまだ、というかこの先もなかなか受け入れられないかもしれないけど、本当に少しずつでも父親として認めてもらえるように頑張るから、改めてよろしくお願いします。ねえケント、いろいろ複雑でしょうけど。ありがとう。それとチワちゃんのことだけど、ちゃんとして
かりました。でもお兄ちゃんだっていろんな意味で遠慮がなくなってるけどね。遠慮がなくなったって思う？何それ変なの。よくわかる。二人とも車には気をつけてね。あーとケント、今日だけどお母さんも誠さんも帰り遅くなりそうだから鍵かけて寝ちゃっていいからね。
悪いけどお願いしていい？それと、チワちゃんのこともお願いね。お兄ちゃん。はっ。でも、だからそういうところ。オーガさん、おはようございます。おはよう。チワは今日も可愛くて孫もぞ。剣が羨ましいぞ。この年になって妹ができること自体珍しいのに。こんなに可愛い妹なら私も欲しいぞ。ちーは、私のこともお姉ちゃんって呼んでいいぞ。芸能人みたい。でも私こっちには全然知り合いなんていなかったから、いつも一緒に遊んでくれるオーガさんのこと本当のお姉ちゃんみたいだなって思ってますよ。そうなのか。お姉ちゃん大好きって言ってほしいぞ。お姉ちゃん、大好きです。ゲーム、かわいいぞ。チワがかわいすぎておかしくなりそうだぞ。うわ、そうだ、いいこと思いついたぞ。どうしたんですか？簡単なことだぞ。私がケンと結婚すればチワが私の妹になるんだぞ。
幼馴染なんてもともと結婚してるみたいなものだからな。今と大して変わらないぞ。結婚なんて許しません。お姉ちゃんも必要ありません。うわ、どうしてだ。さっきは好きって言ってくれたのに。へえ、あの人見知りのシシクラがね。ケンチンがシシクラと結婚？いいじゃんそれ、傑作だね。結局ここ入ってからも3年連続で同じクラスなんだし、普通にいい夫婦になりそう。なりません。ああ、そう？結構お似合いじゃん。ちっともお似合いじゃありません。何、妹ちゃん、どうしちゃったの？ブラコン？お兄ちゃん取られるのが嫌的な？お前田さん、おはよう。ん？あ、おはよう。で、あれ？もしかして寝坊？なんでわかった？だってそれネクタイ曲がってるし、慌てて出てきたんでしょう。あ、な、うわ、はず。ちょっと鏡見て直してくっから、そんじゃな。おっさまえだ、おはー。おはよう。森の先輩もおはようございます。はあ、お前抜け駆けしやがって。森の先輩おはようございます。私、こっちには全然友達いないから、みんなが仲良くしてくれるのすごく嬉しい。いつもありがとね。
そりゃあれよ、お兄様の印象は少しでも良くしときたいって思ってるんじゃない。実際妹ちゃんは愛想いいし、惚れてる男子も結構いるって聞くからな。じゃあ向こうでも密かに惚れてるやつがたくさんいたんだろうな。妹ちゃん、なんて罪作りな女。ごめんごめん。私、自分では普通にしてるつもりでも何か間違ってたのかな。知らない間にみんなのこと傷つけちゃってたのかな。それだけ嫌いだったはずなのに、やっぱり私ってお母さんの娘。ほんとごめんね。俺が余計なこと言ったせいだってのは分かってるんだけど。妹ちゃん、顔真っ赤だけど大丈夫？お兄ちゃんのせいでちっとも大丈夫じゃありません！お兄ちゃんのバカ、いつもいつも思わせぶりなことばっかり言って。そんなお兄ちゃんなんか、お兄ちゃんのことなんか。私もお姉ちゃん大好きって言ってもらった時は嬉しかったからな。
ケモン、お兄ちゃん大好きって言ってほしかったんだぞ。悪いケンチン、念のため後でさ、妹ちゃんに俺が謝ってたって伝えてくれる？
させようと思ってて。それは重いって言われたからムッとして。とにかく今私に言ったこと。あのね、オーガさんとくっついちゃえって言ったけど、やっぱりそれは嫌だなって。おやすみなさい。